僧、お前が一体何になるのか、俺たちの前でもう一度言ってみろ。今回はこのカイドウのクエストなんですけど、特殊演出が2つあるらしいんですよね。なんで今回はそれをちょっと見ていこうかなと思います。でコメント見てたんですけど、突入時にも特殊演出があるみたいで、一応その方はルフィとゾロを編成して、あと守護獣もチョッパーにしてたら出ましたみたいな、そういうことをおっしゃって、同じ編成してました。多分アラバスタと一緒でルフィの関係者で揃えると出てくるみたいな、そういう感じになるんじゃないのかなと多分思ってる。みんな他は任せる、援護頼む。俺はカイドウをぶっ飛ばしに行く。はー、なるほど。じゃあルフィの関係者だけで揃えとくと。よかったね。いや私これ出る、こんな感じの出るかと思ってルフィゾロ編成したけど、もっとちゃんとパーティー全員揃えなきゃいけなかったみたいな感じになってね。じゃあラスゲの方の演出見に行きますんで、はい、じゃあ一旦カット。さあというわけで、一発ちょっと弱点これ挟まり狙えそうなんで、それをちょっとね一回ぶち込んでみようかと思います。いやこれで倒せたらいいんだけどな。おっ、わずかだぞ、俺と戦えるやつだ。いや、え？いや、え？いや、今絶対セリフあったでしょ。というわけで、もうやりとうないんで、ツイッターで誰か動画見せてくださいってお願いしたら、心よく貸していただいたこのかなでさんの動画拝見させていただこうかなと思います。で、まあなんとなくもう絵柄で予想はつくけど、まあやっぱりちょっと見てみたいもんね、セリフありで。ん？あれ？おう、で倒します。お前らを超えて海賊王になる男だ。俺に攻撃が効く？わずかだぞ、俺と戦えるやつだ。いや、やっぱここね、カイドウがやっぱ今まだ撃破行ってないから、今ちょっと戦ってる最中だしね。なんでまあこのちょうどいい場面はここになってきたみたいな、そんな感じなのかな。なんでまあこれ貸していただいてありがとうございました。私も満足。まあもしかしたら暇な時にリアルで見に行くかもしんない。あと、ケイドラさんもなんか DM でよかったらどうぞって動画くれたんで、まあちょっとかなでさんの方を優先させていただければくれてありがとうございましたと、ここで言います。はい、じゃあ終わります。ごきげんよう。